両方来るからね。あ、で、でさ、次のところにありますね。よし。で、お、で、よいしょ。よし、サンセットロール。あ、今なんだ。酸化されたら、それを、刻んで、そうしときは、大事に映らんのよ。ああ、このやつ。こっからはちょっと列車増えますからね。よし。どうしよう、一駅歩いてもいい？いや、まあまああるっけ、こっから。どこだっけ？隣。ソハラの次。大泉か、まあまああるな。まあまああるんだよな。ちなみに、商業施設の場所だけ、ちらっと言っとこうか。ちょっと距離あるし、なんならちょっと雨当たってきたし、あれなんだけど。すげえ。いつもやってない。着物洗いね、とか。こういった、授業が。神社があって、そこ商工会やろ。こっちから行った方が近いかな。商業施設で言うと、こっからやとジョイフルか。商業施設ってか飲食店か。ジョイフルとスキヤと、吉津屋があります。で昔はね吉津屋にスガキ屋が入ってたんですけどね、もうなくなって久しいですからね。あそこのスガキ屋も。これが商工会ですね。あ、どっちから抜けた方がいいかな。こっちは武蔵ながらの商店街で、呉服屋さんなんです。ちょっとしばらく。あ、雨当たってきちゃったな。横のあたりとか一応商業してるからちょろちょろっとあるし。見ますけど。大きいところは、ここは？ここは、ソファラ局か。特定郵便局ですね。集会とかはやってないところです。これのあたりは党員だったっけ？党員局だったかな。書いてね、あ、いや、党員長のあれだから、その党員局だ。そう。ちょっとこの辺りって珍しいエリアで。さっきおった、なんだったっけ。あげきとかあの辺りは、北西郵便局の周辺になってるはずなんですけど。あ、今、通常郵便はもう集約化されて、あれだったかな。ちょっと忘れて、間違ってるかもしれない。確か北西局のまんまです。で、ただね、この辺りは、いなべ市の一部の区域は、なぜか、党員庁というね、市じゃない、市町村の、町村の部分にある、郵便局の方が、市のところを受け持ってるっていう形になってるんで、逆もよくあるんですよ。小物町とかね、三重郡だと小物町は、四日市西局のエリアですし、あとなんだ、川越朝日町は四日市郵便局でいいだったりしますけどね、まあ、そういうケースは多いじゃないですか。市の、中心がね、町村部をカバーするよっていうことがあるんですけど、どういうわけかね、この辺りだけはね、市のエリアを町村部がカバーするという、謎の構造になっています。党員の方がもともとその稲美町だったじゃないですか。党員町の方のがね、規模がありましたからね。そっちの方から行った方がいいのか。で、そこに、稲美の、吉津屋があって、そうしようと、いった感じなんですけどね。正直言ったとってか。だったら、イオンモール党員寄ってった方がいいもんな。夕飯の時間帯になるし。エクストリームイオン通りにやってみる。で、山城から乗り換えて、
行ってみるっていう手もありますけどね。やってみようかな。そうね。あねー。これなんとかこの今ね、晴れ男パワーでね、持たせてはいるんですけど、一応雨予報が出始めてますからね、雨雲レーダーも。とはいえね、そこまで実はね、焦っとはない。っていうのは、ちょっと曇ってきましたけど、さっきまで、山の方もね、そっちから行けねえもんだ。山の方を見てたら、上木駅でね、山曇ってなかったんですよ。雲がなかったんで、基本的にこっちの方に、大量の雨雲が流れ込んでくるときは、その山を越えてきてね、もらわないといけませんから、高い雲はね、そのまますーっと来れるんですけど、高い雲イコール軽い雲なんで、雨を降らないんですよね。いい構造なんですよね、この三重県っていうのは。なのでね、その低い、雨を降らせるような、ね、雲は低い位置に来る。それはね、全部滋賀で雨降らせてくれるんで。だから多分ね、そんなにまで降らないはず。まあ言って降るときは降るけど。